The wheel of fate is turning. Rebel one, action. Nike, Nike, we got it. Yoshiyuki, Nike, Kana, Nike, we got it. 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 Nike, we got it.本日は23名の参加となっております。ありがとうございます。もう終わり。レベル2アクション。行くぞ。行け。助けて。逃げてみなさい。さあ天井界で対するするはシャローさんのレインセル対チリさんのカルル。さあゲランタク通り。さあゲオルグとゲランタク3時通る。さあバリオのスワンジェイさんがカバーしていたものの、さあカウント中断だけ取り返していく。チャロさん実力の割にダン。レベル3アクション。嘘だろ選手。100円入れたのはあれだ。先生100円入れた。逃げてみなさい。ギャンプで逃げてみなさい。嘘でしょ。人形体勝っていったのはどっちだ。和田さん、はい、それでは人形体にクラリさんがまだやってる。じゃあどうしようかな。ネズさん、ネズさんもやってる。いる。あだ。クルさんがやってるな。絶対やってる。クルさんやってるよね。多分。あだだね。クルさん。それで終わりね。だらめ。はい、岩田さん勝ち、ありがとうございます。さあ、1P ではチリさんの勝ち。カール、ウィン。さあ、一気に台が空きてしまいましたが、じゃあ、影響体に杉山さんとバンソロさん、お二人で影響体、はい、1P か 2P かじゃんけんでお決めください。C 強体、ニュー使いのヒロさん、はい、と、スナ君。はーい、お二人ですね。じゃあ B 筐体の方で。B です、B 筐体。で、C 筐体に練馬さんいるかな?と、バレルさん。はい、バレルさんと練馬さん。C 筐体でお願いします。で、D 筐体に、ストヤ君と、クラゲさん。クラゲさん後ろ。D 筐体でお願いします。
グラリさんとキツネさんはそれでら、それではなくていいや、負けたら終わってください。そのクレジットでラストにしてください。お願いします。大事。知らんようだな。タツタさん。その体、肉まで食いちぎってくれようか小僧。A 兄弟で。じゃあはい。はい B 兄弟かって言ったのは、ヒロさんの兄ですね。おめでとうございます。お、クロリさん来たんで、森氏後ろじゃあ、じゃんけんで、B 兄弟でお願いします。B 兄弟で。さあ、C 兄弟かって言ったのはバルルさん。D 兄弟かって言ったのはスコヤーくんですね。キツネさん、キツネさん、後ろより優しくね。マジレンさん、気をつけて。キツネさん、頼む。大会で C 兄弟でネズさんと、ネズさんお待たせしました。あら、来る、あら、来る。さあ、A 兄弟では C のセリカが、なんでもいいよな、スターター付け、そのセンスが欲しいわ。4D から、うわっ、セリガキックを、さあゲネラルパウシー、素晴らしい。さあ一歩取っていくのは助かるで、どうしようかな。
じゃあスパイダーマンはちょっと早いけどここやっちゃおう。しまさんやった。はい、すみません、お待たせしました。スカイジェット、B 状態でお願いします。 B、一番奥、一番奥。さあ、ゴミを差し込み、ロックへ、ラッキンから。減るやつ、さあ、むずいやつ、むずいやつなのかわからないけど、わさあ、バニアで追加のボディーがないから疲れ。さあ、取り出していく。シーノさん、さあ、4D 勝った。うわっ、ぶん殴られる。さあ、セリカハンパー、つながる、そういうやつ。さあ、難しいのか。さあ、ゲットコール。さあ、パッていくのはネズさん。さあ、それでは C 兄弟、メリノさんとマトさん、C 兄弟でお願いします。さあ、A 兄弟目を離していたら勝っていたのは C のセリカ。さあ、それでは A 兄弟でも、2回戦の方を始めていきましょう。カルル君なら大丈夫だよ。杉山さん、杉山さん、ちょっと早いですけどごめんなさい。ヒロさん、ヒロさん、はい、あちらのニュース会の方と A 兄弟の方で試合をお願いします。じゃあ 1P2P じゃんけんでお願いします。さあ、 B 兄弟勝っていたのはクラリさん。じゃあ B 兄弟で、ちょっと早いんですけど、ちょっと早いっていうかめっちゃ早いんですけど、ネズさん、ごめんなさい、ネズさん、イワスさん、はい、お手札 B 兄弟の方でお願いします。じゃんけんぽい、あいこでしょ、どうでしょう。じゃあ B 側にイワスさん、 B 兄弟でネズさんお願いします。準備運動は不意。 The wheel of fate is turning. Rebel oneさあ、影響で戻ってみてみましょう。まずダメージを奪っているのはニュースカイのヒロさん。すごい。さあ、うまく潜り込み、リリータイク。さあ、B 兄弟立っていったのは千葉さん。じゃあ、 B 兄弟は止めていきます。野地愛先生に戻っていきます。さあ、それでは D 兄弟は後合設定に戻しましたので、引き続き A 兄弟のお楽しみください。 C 兄弟勝っていたのは松さん。
じゃあ水状態を戻っていきます。さあ B 筐体に C 筐体の脳内設定に戻っていきましたので、引き続き脳内のお楽しみください。入った入った。さあガキルキからジャンリディ、ジャンロブディか、ジャンリディか分からないけど、刺していき勝っていったのはヒロさん。はい、それでは A 筐体で、チリさん、チリさんとクラリさん、さあ B 筐体勝っていったのはネズさん。では B 筐体で、バレルさんとその2人、シーノさん、さあ A 筐体はよくビッグワンでやってるんですかね。どうなんだろう。だチリさんがよくシロさんと当たってるのは見るんですけど。さあクラリさん対チリさん見ていきましょう。 The Wheel of Fate is turningレベル1アクション。さあ設置から様子を見ていく。アライズのカラー結構好きですね。それさあダメージを最初に奪っていったのはジリさん側。さあジャンディでうまくボランティアを潰していき、 6B から攻めていき、さあ 8D 置いていく。ここから攻めていくと 4D からめくり、さあ 6D を渡られて、あこれはマリアのポーズでしょ。危ない。あー6上にもある、裏にもあるよ。まだやる。さあアクション。無慈悲のねガフ。さあバックステージのところに 4D が刺さっていく。さあ方向から勝利を出る。このままじゃないね。さあ覚醒ガードから、さあ前ゲダータケ、おお、さあ今の見えている。おお怖い、もう消えない。逃げたかな。おお最初の話ほら走りました。さあ立っていったのはチリさん。はい
それでは少々あなたの魂を暴かせて、C ブロックの代表を決めていきましょう。ネズさん、ネズさんと芝さん、芝さん、はい、踊るだ C 筐体じゃない A 筐体で C ブロックの代表を決めていきましょう。さあ荒くね2連戦、Please select your character. さあ、柴さん対ネズさん、 B 兄弟かって言ったな、シーノさん。 The wheel of fate is turning. Rebel 1. Action. じゃあちょっと早いんですけど、チリさんごめんなさい、ほぼ連戦になっちゃうんですけど、ニュースカイのヒロさん、はい、後ろですね、後ろ、後ろの方と B 兄弟でお願いします。さあ B 兄弟で A ブロックの代表を決めていきましょう。おお、え、何やろ、初めて知った、どうぞ何やってね、あれ、あー、あれちゃう、こちらですよ、なるほど、なるほど、本気です。さあ、中段から、さあ、2名、無駄だ。さあ、ロックシーンから、さあ、ジャンプ D か、ジャンプ D か、おお、ジャンプキャンセルじゃないんでしょう、多分攻撃が終わった後にジャンプですね。さあ、これはうまい、さあ、下段だけ、バンカクしっかり勝っていけ、立ちくらい勝手に、さあ、オーバードライブから虫をつけていく、下段だけ、さあ、これは確かに素晴らしい、勝っていたのはネズさん。ということで、 C ブロック代表はネズさんですね、おめでとうございます。これがダイナマ機関の研究によるものだとしたら、手放しで彼らを信用するわけにはいきませんね。はい、それでは、B 筐体でもキャッチャーつきましたね。では A ブロック代表はチリさんですね、おめでとうございます。じゃあ A 筐体で、シーノさんとマットさんお願いします。The wheel of fate is turning. Rebel 1.
Action! うつら、そちらは偽物です。続きます。うつら、残念です。ご注意。甘いよ、冗談で荒れすぎる。まだまだ。さあ、じゃあ、ということで、先に大事なのは、ていうか、また響き。お願い、させないお願い、させてくださいさあ、ジャンキーこんな感じでさあ、直感からお願い、危ない、お願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 い、終わらせます確定でしょ、しかし切り離すさあ、何が変わったブラッキャンゲだおうさあ勝利読んでる逃げますか伸びろおいまだまだ出ろ残暑行きますよ打つろうわあすごいあ伸びろ甘いさあ終わられるああ素晴らしいスケジュールの変更が必要ですねさあ勝っていたのは赤いびきー感謝の言葉が見つかりませんこの刃あなたに託しましょうはい、それでは一旦配信の方は、これからリーグ戦の始めるんで一旦新しい枠取り直します。はい、それではお待たせしました。決勝リーグの方始めていきましょう。じゃあ、スタートボタンの方して始めてください。まず、第1試合目は、チリさん対マコさん。ジャンニー・ジャンさんにからいつものコンボ
さあ、しっかりガードしている。中段も取っているってことにしている。裏回りを見に行く。できたか、バカン。うわぁ、さあ、ネットかり。オーバードライブ。ノー、わからん。さあ、ラビジャンから。ミリーから、ジャスケだ。あっと、うわぁ、あっと、中段を食らっちゃい。まず取っていったのは、チリからだ。うらまり。そこで斬首が動くだ。3600。さあ、裏回り。さあ、さあ、さあ、これは、うわー、これは、バカ、うわー、立ってなかった。ラピキャンが出なかった。さあ、勝っていったのはキリさん。じゃあ、ネズさんとマトさん、企画からの奇襲は僕には通用しません。さあ、俺響き同キャラ初めて見るかもしんないね。まあ、あるある。自分のキャラの崩しは見えない。まあ、ナインはステップステリア中段なくなるんで、クンタイトも全部ステップしてりゃ避けれるんで。さあ、響き対響き。メズさん対マトさん、見ていきましょう。 The Wheel of Fate is turning. Rebel 1.さあ、開幕強気。さあ、先だ。さあ、表連携。なんだこれ。さあ、うまい。さあ、わからんよ。さあ、取っていったのはマドさん。わかんないよ、もう同じ方向向いてたしな。おお、さあ、ジャンシー変わった。さあ、お手で行け。伸びはポケがありませんね。
さらに行け、ここを伸ばしていけ、勝利。いやー、ピッチャーできたのかな、わかんないけど。さあ、取り返していくネズさん。まだレベル3アクション。影を出た、影を打ちろ。ジャンサンティー、恐ろしい。さあ、読みが、もうなんか一周してる。こういう3300円、昇竜。さあ、下段だけ。ご注意、乱視できますよ。乱視逃がしません。うわぁ、殺せ。あっ、あ、スケジュールの変更が必要ですね。さあ、立っていたらネズさん。はい、それではもう早くも座ってますけど、チリさん対ネズさんで今日の優勝を決めていきましょう。今日の大会は白面はいないですね。カメピーとアルトさんがいないんで、まあいないかなって感じです。今日は白面いないです。まあ白面も言うて少ないですからね。カメピーとアルトさんと千葉県さんから関東は。まあ、スモランの大会にいつもいいのはアズラエルかな。ありがたいけど。後ろ、こちらが本物です。右を乱視できますよ。はい、こちらが本物。ご覧にいつも出てくれるのが、出てきている方がアズラエル使いなんで。アズラエル、ライチ、ラグナーあたりは出ていますね。さあ、決勝の方見ていきましょう。冗談です。さあ、スカペダルババッと。うぅ、おぉ、逃げます。うつろ、うつろ。残暑を差し上げます。逃げますか、逃げますか。さあ、ジャンエンペダイク全曲がり。さあ、放天狩りは距離が届かました。さあ、下段下段。おぉ、うまい。あぁ、危ない。どいてください。あーそう、だんだん強っていく。さあ、リーチをかけていくわ。ジルさん、まだやる。レベル2アクション。さあ、ダリモック6人。これでゴール。見て、勝利。さあ、バックって4人。これでゴール。さあ、ここは背負いくらい。おいしい。ジャンシーで姉さんを潰しつつ。あっ、うわあ、止まった。本来からアニマ空中使うようになってるよね。冗談ですよ。復帰します。さあ、キズレロッツ柔軟性が見えている。男だった。うまい。この位置は怖いのに。さあ、ガッツ。あー、後転になってしまった。さあ、勝っていったのはチリさん。ということで、本日のシングル大会優勝したのはパルーツ隊のチリさんです。おめでとうございます。私からの奇襲は僕には通用しませんよ。はい、チリさんは2連覇かな。
いや、2連覇じゃないな。前回はスナマンが勝ってた気がする。さあ、いつも皆様参加ありがとうございます。本日の優勝はカルルス会のチリさんでした。おめでとうございます。じゃあ影響台の方設定戻していくので少々お待ちください。